僕は彫刻っていうものを森の構造と重ね合わせて考えてきたんですね。森の中を歩いているような感覚っていうものを彫刻として捉えられないか、同時に森のような構造として私という人間を捉えられないか、世界と対峙的関係にあるところまで自分自身というものを引き離し分離させていくところのその過程でいわゆる彫刻とか絵画っていうものが生まれてきたんではないかなというふうに思うんです。皆さんが前にしているのは1989年、もう20年前の作品なんですけれども、森の死という作品です。で、まあ、戸谷さんの仕事は非常に多岐にわたってですね、本当にこう巨大なんですけれども、今日はこの一点にフォーカスを当てると、それでは戸谷さんよろしくお願いいたします。これは基本的には直方体になってますけど、まあ、直方体っていうとか立方体とかっていうのは一つのその形に対する概念でありまして、だからその概念に皮膚的なもの物質的なものを与えるっていう、まあそれは難しく言うとそんなこと言うんですけど、実際はこういう材木を組み立ててただ単に直方体にしたっていうことなんですけれども、まあこういう針葉樹、これはツガという木ですけれども、ツガの木が垂直に立っているわけですね。で、垂直に立っているものに対して、刻みが横に水平に入れてあります。で、この直方体の中に、トンネルが作られて、でトンネルの中はランダムな斜めを中心にした刻みがびっしりと入っています。その刻みのことを僕は、森の構造というふうに言ってるんですけども、ですからこの内部に森の構造が入って、そしてそこが一種の洞窟的なものであり、それで、こちら側の面と向こう側の面に分かれて、2つの面が分裂するような形で作ってあります。でこちら側の面っていうのはどちらかというとその絵画的な、構造っていうものを浮き出させるように、作ってありまして、向こう側がどちらかというといくらか彫刻的なものが発生してくる。でこの全体をレリーフ的構造というふうに僕は呼んでまして、完全に絵画にも抜け出さないし彫刻にも抜け出さない、まあへばりついた形であるけれども、いくらか絵画的な方向に分裂し、いくらか彫刻的な方向に分裂するというふうに、この彫刻自体が三層構造になってます。こちらの外側と真ん中の空洞と、それから向こう面。いわゆる普通の人が考えるレリーフっていうのは、その絵画的な画面というものをに立体的な表面を与えて少し浮き彫りとして出てくるというふうに、考えるのが普通のレリーフの解釈なんですけれども、僕としてはそのレリーフっていうものの解釈を、いわゆるその何かにへばりついている、その世界にまだへばりついているっていう状態を考えてます。自然界から人間というのは阻害されると言いますか、分離して飛び出てしまって、そういう文明の歴史を持っているわけですけど、そういったその自然界の持っているものと人間の感覚というものがまだはっきりそれほど分裂してない状態のことを、僕はレリーフ的状態というふうに呼んでます。でそれは何かしら神と言えるものか、何かそういった目に見えない大きな何かこう力っていうものが支配していて、人間もその大きな力の支配の中にまだこう生きている。そしてその大きな力っていうものを、何者かの力っていうものをまだ人間は信じて、でその何者かの分からないしかし偉大な力というものと何らかの形で取引といいますか、あるこう学者が言いますところによると、それは贈与と返礼というような贈り物をしてお返しをいただくというような、例えばその大噴火が起こったりした時に、すごいこう被害を受ける、でそういうものに対してその山に
の神様に、静まってほしいっていう。で、自分たちの持っている非常に大事なものを神様に捧げて、その神様の力をまたいただくという、そういう、こう関係性。で、そこには必ず死というものの恐ろしい側面を持っているわけです。その死というものを通してエロスとの関係をどういうふうに捉えるかっていう、ある本能的な結びつきの中で、行われている状態っていう、そういう社会を、まあ、一種のまだレリーフ的な構造社会っていうふうに読んでいるわけです。うん、では死というものは一体何かというふうに考えると、この中に黒くてギザギザした世界があるんですけども、例えば産道という、赤ちゃんが生まれてくる産道というようなものを考えると、母体の中にいた生命がその世の中に明るい光のところをトンネルを通って光の世界に出てくるという時には、ある意味でこの現実の世界におにゃっと生まれてしまったところが、別な世界から言うとそれは一つの死であって、それ以前の世界から分離して離れるわけですから、それは一つの死を迎える。で、そちらの方 の世界の死っていうのは、この現実の世界での生という生まれるということに反転して起こってくる。で、臨死体験の中で自分がこう死に向かっていくときに、トンネルをこう抜けていくと、その向こうに光が見えてくる。その死の向こうに別な生が生まれてくるっていう、そういう境界っていうもののところに立ってくるものが彫刻なんではないかなというふうに考えていたわけです。まあ、それは死とエロスっていう問題両方含んだものが中心のところにあって、でそこである世界の内側に内接しながら、まあ、今話したみたいな生と死と、それからその神の世界っていいますか、それが、まあ、ある意味でこうくっつき合って整理した構造が、世界というものを対照的なものとして見て、自分はその世界から切り離された存在だというふうに人間がはっきりこう分離する意識が、世界を対象化する、あるいは世界と対峙的関係にあるところまで自分自身というものを引き離し分離させていくところの、その過程でいわゆる彫刻とか絵画というものが生まれてきたんではないかなというふうに思うんですね。ですから、彫刻という絵画というものが全く別々のものとしてあるんではなくて、一人の人間の意識というものを形作っている二つの面を表しているというふうに思うんですね。その二重の認識の方法というものが、レリーフ的な世界から徐々に絵画的な方向、あるいは彫刻的な方向っていうものに枝分かれ しながら展開してきたんではないかっていうのが、まあ僕 の考え方なんですね。で、まあ、これ具体的に言ってきますと、中心のところに森の一つの死のようなものがあって、で外側に垂直の木が林立して水平ので、ここのこういうふうに上の方が少し黒くなってるんですけど、これはバーナーで焼いて黒くしてるんですけど、それでこっちに下の方に白く垂れ下がってるのは、液体水のようなものが下に落ちてる。でこれはこう上昇していくものと落下してくる、下に落ちてくるっていう、その2つを作り出そうとしたわけです。でここに穴が一つ開いてるんですけど、僕は長野県の田舎で生まれまして、まあ、今の都会の火葬場とはまるっきり違いまして、本当に原始的なかまどがあって、火をつけてそして燃やして、でその中の様子をこう覗く穴があるんですけど、でそこからこう煙がこう穴からこう出てくるっていう、何かしらのものがポンポンポンっていうふうに上に登っていく感じがその時にしまして、こういう形にしたわけです。で、まあ、一応なんか大きな一枚の絵的なものの発生してくるような場所になるんじゃないかというふうに思って、こちら側を作りました。
でそれでそちら側に少し回ってみたいんですけど、本当にわずかにこう宣告的なものが入っていまして、ラスコーの壁画とか洞窟の中などにわずかな宣告があって、その宣告が少しずつ立体化してくるようなものがあるんですけど、その上の方に刻みがあって、下の方に線的なものが出てくるんですけど、これはまあ何かが崩落するとか、嵐のあと山が崩れて何かこう流れ出してしまうとかっていう、ですからあそこにほんのちょっとの彫刻的な世界が発生し始めていて、これをもっとこう展開してくると、あのこれ全体が彫刻っていうか、そういう形になってくるんではないかなっていうふうな、その気配っていうようなものを作ってみたわけです。僕はあの彫刻っていうものを森の構造と重ね合わせて考えてきたんですね。西洋彫刻っていうのは人体というものを中心に考えるわけで、その歴史っていうのが、まあ、近代の彫刻まで流れてきて、僕たちもそれを習ってきたわけですけど、何かそのしっくりこないっていう、もう一つ別な形の彫刻っていうのがあるんではないかっていうことを考えた時に、森の中を歩いてるような感覚っていうものを彫刻として捉えられないか。でそれを同時に私というもの、まあ、人間あるいは私というものを構成しているものも、その森のような構造として私という人間を捉えられないか、西洋人我々の知識の在り方っていうものを変更していく、変えていく必要があるんじゃないかって、でそれと同時にそれは彫刻もそういうふうに変わっていく必要があるんじゃないかということ で森の中を歩いていると、まあ、地面がありまして、そしてその木がやっぱりありますけど、その木の表面とその外側にあの、まあ、巨大なこう宇宙空間というのが広がってますけど、あの地球上の地面とその大きな空間の間に層が、森の層ができますね。でその森の層の間に我々はその中にいるわけです。足元を見下ろすとか、木をの枝の方を見上げるとか、向こうの山を見るとか、谷の下を見るとか、上を見るとか、視線が全てこういう斜めの視線があらゆる方向に向かって構成する、そういう構造になってるわけですね、森っていうのは。まあ、これが例えば砂漠の中で一対一の人間がこうあって、で一人の人間と一人の人間が真正面から向かい合うという形になりますと、これはほとんど水平というあの形になるんですね。そうすると世界というのは水平と垂直っていう、そういう二分化した構造として世界が捉えられてくる。でその捉え方をどうもそれだけではまずいんじゃないかっていうふうに考えがあって、その森的な構造の斜線的にこう絡み合ってくる、その層的層のような構造として人間が捉えられる、あるいは彫刻をそういう構造で作る。でいわゆる今までの近代彫刻という枠を何か乗り越えていく方向があるんではないかなというふうに思ってきました。まあ、僕のとても影響を受けた作家で橋本平八という作家がおります。で花園に遊ぶ天女という作品があるんですけど、でその彫刻の体の表面に花びらとか蝶々が浮き彫りに、レリーフ的な浮き彫り、あるいはまあ線刻のような形で彫られているんですけど、でそれについて平八が日記で語ってるんですけども、その天女が友達の天女と一緒にこう遊びながら、踊りを踊ったりしてるんですね。でその周りに花園があって蝶々がたくさん飛んでる。そうすると周りの空間というものがその遊んでいる体の表面にみんな映り込んでくるっていうふうに
平八は言ってるんですね。そういった周りのこう環境の持っている何かがその人の体にまとわりつくって言いますか、こう移り込んで体にこう染み込む。でなおかつ気というもの、あるいは風とか音とかっていうようなものは彫刻の内部で鳴り響くっていう。そうすると彫刻の内部で鳴り響くものと外部からその表面に移ってくるものの両者がその彫刻の表面を揺り動かす振動を起こしていく。で今まあ現実の社会の中で、まあ、いろんなことが今も起こってきてますけど、その時にどういう世界にしたらいいんだろうかって言った時に、ものすごくがっちりした構造を持った構造体によって何かを作り出していく形がいいのか、平八的なこう感覚って言いますか、森の感覚を通した構築の仕方って言いますかね、そのなんかヒントがその辺にあるんではないかというふうに思っています。で一番最初にお話したそのレリーフ的な世界っていうのが、まあ、一種の贈与と返礼のような関係で、この時代の先に来る時代って一体どんな時代が来るんだろうかっていった時に、もう一度何かそのレリーフ的な世界って言いますか、人類が初期に持っていた世界と完全な対峙的関係だけではない形の世界が作れないかなっていうふうに思ってるんですね。まあ、一種の世界モデル的なものを作りたいなっていうふうに思ってできました。